叔父上も藩を葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。藩の水軍は泉に集まりました。何卒ご加勢よ。そしてまたまみえんことを。心配したよ、捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた？藩との戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか？痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。お？夜明けと共に攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。はい。もう最終決戦だね。陣の道、この青き空よ、永遠に。うわー、ミスったな。なんか始まりミスってる。録画ボタン押そうとする前に話を始めてしまった。どっから始まってんだこれ。はい、というわけでどうもこんにちは、マッキーです。今回もやっていきたいと思います、ゴーストブツシマを。じゃあ仲間と全員と話しましょうか。ああ、ノリノリノリオじゃん。この子のねサブストーリーも一応全部やっといたんで。杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。ちょっとは親近感湧いたな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。そう、兄上がねいたんですけど、これはネタバレになるからやめといた方がいいのかな。ぜひ遊んで。あとは上の方にいるのかな。おう、石川先生。高い。その弓頼りにしております。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか？この世に生まれた時からな。本当か？明日が待ち遠しくてたまらんわ。こいつ話してること8割方嘘だからね。石川先生ってそういう人だから。ああ、まさこちゃん、ちょ仲良くなってんね、なんか人と。さばいてるらしい。売らなきゃ殺すって。ジン。まさこ殿、おいでくださるとは。叱る時に参ると申したであろう。私も藩を葬りたい。奴は夫を殺し、そうね、二人の息子を奪い負ったからな。火に駆け上がったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。おお、そんな不吉なこと言わないで。さあ、あとはケンジかな。いや、ユナか。あ、ケンジ、ケンジ、ケンジ。さあ、いよいよですね。機嫌が良さそうだな。酒飲んでるからね。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。タカのためにも。うん、頼むぞケンジ。俺もタカがくれたこのクロードの鎧を装備して行こうと思います。さあ、ユナと話そう。ユナ、お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。ほどこにしなきゃ村に戻れなかったくらい。2回も救ってもらったからね、命を。全てはお主のおかげだ、ユナ。うん、それは間違いないわ。あんたは死ぬなよ。うん、これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。タカ、お願いだ。
だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。おい、それ戦は侍どもに任せりゃいい。結婚結婚です。本心か。いいや、本心じゃないかよ。俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。おお、酒飲むか一緒に。またやりかの時みたいに。さあ泉の港。なんか霧？霧じゃねえな、雪のやつが濃ゆくなってんな。さあさあ、いよいよだ。ケンジ、お前なんで来た？この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？ああ、そっか、ヒアリね。いつでも矢の雨を降らせられますよ。頼むぜ。ユナの合図で放つがよい。モーコは束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう、サカイ。オーケー。皆の者、ブーンを。皆の者よ。いざ。参らん。ジン、志村様はいないね。時期に大風が来る。ああ、我らも始めるぞ。これから来るんじゃない？合図の矢は放てるな。志村殿、後でなんか救援的な感じで来るでしょ、これ。今だ。お、今だ。ヒアリだ。猛攻が来るぞ。相手も撃ってきてんな、ヒアリ。よし、行くで。鉄ハウの準備だ。おお、すごい。やる。なんかもうひどいこと言うんだけど。アタケ！アタケ！誰一人通しちゃダメだ。おら！戦え！進め！ほら！フロードの方。ダッシュ！鉄兵が来るぞ。引くな！あ、一体で終わった。押し返すのだ！行くで。西川殿、危ない。やめた。やべえな、水の方だ。行くで。ほい、ほら、ナイス、雅子。まだいるか、敵。ちょっとはいるな。いいぞ雅子、後ろ危ない。おいしょ、クロードの方。おれ、お前らにこの叫び声が聞こえるか。鉄ハウ。しっかりあやめていくぞ、猛虎隊長。よいしょ、俺が連続斬り。よし。お、なんか逃げようとしてんぞ。あいつは許さん。あ、すげえ逃げてんな。よし、クロードの弾、あ、クロードの方もたまりましたな。矢も回収して行きましょう。うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオがお金を。なんか左いるな。あれ、槍川の兵か。ならば落ち合い加勢しましょう。左いたよね。ほらほらほら。こそ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 。あれ、槍川の人たちか。ノリオに会えか。ああ、いた、ノリオ。ノリノリノリオ。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。オーケー。志村殿のご加勢は待ちません。私たちはダイモンを攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、ユナ。今さら引くつもりはない。死ぬなよ、本当に。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。頼むぞ。任せな。
頼むで、マジで。猛虎にかける情けはないぞ。みんな声を出さんか。酒井様に続けるな。クロードに続け。クロードに続けよ、お前ら。鉄ハウなくなっちゃったな。どこに行くんだ。忍び込めか。あー、あっちね。はい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 。こっち側に行けと。さあ、上上がるで。敵陣を見渡し、ターンの居所を探る。了解了解。多い。多いね。あ、こっちも多い。思ったより多いな、敵。ああ、そっちの方は行ったな。やっちゃいます。やぐらやってきました。よいしょ。さあ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 。古典派。はあ。お、来たー。志村殿。この女方。行くぞー。さあ、かかれー。行けー。来てくれたか、やはり叔父上。あとは屋敷にたどり着くのみ。オッケー。あ、こんにちは、失礼します。よし。あとどこ、どうなってるんだこれ。ここは連殺でいいでしょ。さよなら。オッケー。なんかこの辺を見てたな。ああ、城が焼かれていますかね。あそこに行けばいいのか。敵はあそこ3人いるの。俺は連殺できるんじゃないか。はーい。ほい。ほらや。オッケー。なんだこいつら、なんかちょっとすごいことが起こってますけど、ここでやつらを倒して、あれはハーンじゃないよな。ここは連殺で2やって、よいしょ。あ、ここもいけるか。3連発で屋敷でハーンと対峙しろ。 90m。あれ、これは普通にもう敵かバレてんの。ここまで来たらやるしかないぜ。いった、やべ、どこ食らった。うっ、うっ、屋敷ってどこだ。こっちか。あぶね、敵多くね。ほい、ほい、よいしょ。やった、毒受けすぎやわ。ザンザン、ほいや、ほいや、よいしょ。オッケー。ほい。さあ最後だぞ、最後だぞ。さあさあ行きましょう。ここか。ポール来たな。ハーン、もう最終決戦か。酒飲んでるとは余裕だな。来いよ。ムクロだらけだ。己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず、己は
戦を選んだ。すげえ重装備だなこいつ。その報いは本土の民に受けてもらう。毒だな。そうはさせんぞ。この対馬からは出さんぞ。ああ、え？捨てた？捨ててないよな。ハグリッド、お前は島じゃ。我が誉れ。対馬の民の無念思い知れ。受けるがいい。まずは一発訓練の舞。ふいや。対馬が己の墓場だ。お前の墓場ここじゃ。ほらや。あいてしっかり強いな。あいてー、ちょっと待って。ほい、ここは避けるしかないか。ほいや。ほい、はい、甘い。ここは避けて、いった。まだやってくんの。ちょっと待って、長くないリーチ。死ぬ。うわ、全然食らわれんだよな。よいしょ。この程度か。この程度か。俺はすでに敗れたであろう。こたびは勝てるとでも。勝ってみせよ。危ねえ。男気っす。危ねえ。ほいや。オッケー。甘いぞ、ハーン。これは毒か。まずくない？誰？逃げんのかい。毒受けた。だー、誰？ほっ、クロードの戦い方じゃ。よいしょよいしょよいしょ。ほら、よいしょ。なんかいっぱいいるな。まずお前からだ。さすがに弓兵は困る。よいしょよいしょ。ほら、よいしょ。弓が一番困るからな。毒が邪魔。逃げるんじゃない。まあいいけど。よし、これでどこ行った。あいつ船の中か。行きましょう。あー、めっちゃいんな。なんか傷治ってんな。なんで？かっこいいけど痛そう。一歩間違えたらめちゃめちゃ痛そう。クロードのキャタ、フィア、フッ。恐ろしさ思い知らせてやるわい。上か。水の型。ほいしょほいしょ。ほいほいほい。てか普通にハンいるな。これハンだ。はい、どうだ、クナイはどうだ。ほら、いた、の方。おっしょ。首を落とせ。あれ、また逃げたか。ほいやほいやほいや。お、やめてくれ。あ、これハーンも爆裂矢でやめるんじゃね。ほら、破裂しろ。ハーン、いた、誰誰誰誰誰。やめてやめてやめて。死ぬ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 。誰、やばいな。ちょっと一人取って。鉄ハウない。爆竹、爆竹意味ない。やばいって、死ぬって、これ死ぬって。まずいまずいまずい。逃げろ。
お前も終わりだ終わんねえわ。よし、気力回復させて、ほい、よし回復。あぶねえ、あぶねえよ。おっしゃ、たまった。クロードのキャテ、これでハンもやったるわ。アレツヤの、あれ、ほい、なんだこれ、やれ、ほいや、やれ、ほいや、ほいや、あれ今やれてないのか、どういうことだ。いた、あ、なんか武器変わってんな。熱い、ハンの武器が変わってる。ちょっとやりやがんな。お、水がいいのか、盾だから。よいしょ、ほいほいほい、オッケー。どうする、ハン、ほい、お、はい、さすれば次が来る。我が誉れ受け取れ、さよならだ、ハン。やれ、この名はついえぬ、とこしげ、そうさせんぞ。ほっ、さん、うわ、ハグリッド、これでしまいだ。お前の名は残らない、永遠にな。酒井仁の人生にお前の名はなかった。さあ、これはクロードの面か、ユナか。ああ、ジン、これで対馬は守ったぞ。でもまだ叔父上の話があるはずだよな。これ叔父上に話さないとね。ハンを倒したぞって。城郭寺、そう、行くぞ、カセ。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば、誠の平和は戻らん。猛虎が去ったら、なるほどね。どうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。ユナはユナだ、真の友だ。お主は誠の勇士で、誠の友だ。野党だけどね。それは過去だ。明日の己はお主が決めろ。よし、さあ元の場所に戻ってきたぞ。そろそろ立つぞ、叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。お、来ない。戦の後に使いが来たんだ。なんで。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。若い葉が落ちるしんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。あそこか、あの過去回想で最初に戦いを教えてもらった場所か。一人で会わねば。そうだね、これ戦いか。赤を思うと
まだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。おい、そんなこと言うなよ。そうではない、俺がおる。そう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 、クロードは島のみんなのもんだろ。島のみんなだけど、その一員だお前だよ。その一員はお前だから、陣の道、この奥、この青き空よ、永遠に。最終決戦終わったね。あとは志村殿か。これ何、戦うのか。安息の地、志村の段来たわ。志村の段待ってね、見ますね。青い子、お、何これ。おー、全部解放されたか。あ、これか。志村の段、ハーンを倒したが、あと一つだけやらねばならぬことがある。これでクロードの鎧の染色がもらえるのか。お、じゃあ今回はこの辺で終わりますか。次回でラストかな。はい、というわけで今回ありがとうございました。かがり火台とか、残りのかがり火台と、あと和歌1個と物品1個、これも揃えておくので、次回で完璧なラストを迎えましょう。というわけでありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではまたね。